のか。違うんだよお前、これ奴の動きみんなに合わせなきゃ。バカ、まだそんなレベルか。さらに俺ら昨日も殴られ、ちょっと顎が痛いんですよ、まだ、ね、うまくちょっとご飯が食べられないんですけどね、しょうがないですね、2、3日は。これもアンポンタンだしよ、いつまでたっても前出てこないしさ、丼ばっかり洗ってるしさ、積極的に朝やるよって言っただろお前、何もやってないじゃないかバカ野郎。真剣になるだろ俺がバカ野郎。はい、おめえは遊び込みしてるけど俺は遊びじゃねえんだもんね。おい、そんな、はい、そんなことで容赦しねえぞお前ら。はい、ニコルペン出すなんてすんじゃねえよこのガキや、この野郎。見たぞ。はい、こんなもんだよ、はい、自分ができるくらいじゃねえ、同じだめや、手を動かさなきゃ。しかしその時、うるせえな、ちょっと死んだんやつだよ。ああ、悪い悪い、ダメだ、お客さんに金やってくれ、お客さんに金返してくれ。ああ、いいよ、あったあった、お客さん金返して、悪いけど、悪いお客さんで金返すから、金返してくれ。店内に気まずい雰囲気が漂います。お客さんよ、こいつよ、真剣になってるからさ、我々も真剣なんだよ。この場から脱サラしてよ、500万かかってんから、だから俺たちも真剣なんだよ。金返します、ありがとう。ね、ごめんなさい、またご縁がありましたらどうぞ。ああ、分かった。はい、他のお客さんたちも戸惑い気味。僕は初めてね、お客さんがこう言ったのね、ね、帰ってくれって言ったのね。僕25年間やったけど、お客さんと口喧嘩したの初めて。お客さんあってこその吉村屋、そのモットーを思わず忘れてしまった大事件。ちょっとお客さんがね、犠牲になっちゃったけどね、でもいいんだ、もう一人二人のお客さんが飛んじゃってもさ、しょうがないじゃないか。何でもって言うんだバカ野郎、2週間の結果か、これが。こんななったらダメだろ、こんなったらあれだよ。ここでやればいいじゃん、ここで、ここで。あら、血出てきちゃう。血なんか出てる。ここ。本当？血出てる。本当？知らない。パパ見えないんだよ。鏡見れば。うん。